未来予想2045へようこそ。知的好奇心を刺激する科学の最先端、テクノロジーの奇跡、未知の謎を紐解くように解き明かし、知識の扉をこじ開けます。今回は、将来科学技術が向上する中で、日本は突出した科学技術を得て進む未来について考えてみます。科学技術の進歩は現代社会において非常に重要であり、その影響は世界全体に及びます。日本は独自の研究と革新的なアプローチによって他に類を見ない研究成果を生み出してきました。このような突出した科学技術は世界を牽引する要因となるいくつかの理由があります。まず第一に、突出した科学技術は経済的な発展に大きく貢献します。革新的な技術は新たな産業を生み出し、既存の産業を改革し効率を向上させます。これにより企業は競争力を強化し、新たな市場を開拓し経済成長を促進します。例えば日本の自動車産業や電子機器産業は先進的な技術と品質管理によって世界的なリーダーとなりました。第2に、突出した科学技術は社会の生活水準や健康を向上させます。医療技術の進歩により病気や障害の治療がより効果的になり、人々の寿命が伸びます。またエネルギー効率の向上や環境保護技術の発展により持続可能な社会を実現するための基盤が整います。日本のロボット技術や高齢者ケア技術は高齢化社会における課題に対する解決策として世界的な注目を集めています。第3に、突出した科学技術は国際的な協力と競争を促進します。科学技術の発展は国境を越えて行われるため国際的な連携が不可欠です。科学者やエンジニアは知識やリソースを共有し、共同研究を行うことでより高度な成果を得ることができます。また競争の健全な活動は技術革新を加速させ、世界の進歩を促進します。日本の研究機関や企業は国際的なパートナーシップや競争を通じて世界の科学技術の発展に大きく貢献しています。最後に、突出した科学技術は人類の未来を形作ります。人間が直面する多くの課題は科学技術を通じて解決される可能性があります。例えば人工知能や量子コンピューティングなどの先端技術は社会や経済、医療、環境などの様々な分野で革新的な解決策を提供します。日本の研究者や技術者はこれらの分野で世界をリードする存在として、人類の未来を明るくするために貢献しています。以上の理由から、突出した科学技術は世界を牽引する要因となります。日本の独自の研究成果や革新的なアプローチは世界の科学技術の発展に不可欠なものであり、その影響は経済、社会、国際関係、人類の未来にわたって深く及びます。未来予想2045、未知の扉を閉じる時間ですが、新たな洞察と知識を手に入れ未来の可能性を感じましたね。ぜひグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。興奮と感動を共有できて嬉しいです。次回の動画もお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。